これは、公式記録、及び各種資料を元にした実話です。両島半島、旅順。帝国陸軍工場砲兵、栄光の歴史は、この地で始まった。明治37年8月19日、第3軍令下の工場砲兵は、新旧火砲を合わせ約200門の工場砲を集結させ、旅順要塞にも砲撃を仕掛けた。中でも第二次総攻撃から参加した、海岸10砲の28山地榴弾砲は、旅順要塞の包囲を片端から破壊していった。そして、12月10日、28山地建設団は、東警官山堀にこもるコンドラチェンコ少将を爆砕する、大戦果を挙げた。猛烈な火力に支援された、歩兵の決死突撃は、旅順要塞守備軍の戦力を消耗させ、翌年1月1日、司令官スデッセル中将は降伏を申し入れた。日露戦争後においても来るべき戦役に備え、新型工場砲の開発が行われた。明治45年、45式と銘打って、15価、20流、24流の3種類の工場砲が生産された。第一次世界大戦青島攻略戦において、これら新型工場砲は、その性能を遺憾なく発揮させた。帝国は、列強に被験する優秀工場砲を生産できる、先進国とみなされるようになった。その後も工場砲兵は、いち早く機械化に取り組み、重砲運用の機械化を成し遂げるに至った。そして、大東亜戦争開戦、初戦の香港要塞、フィリピン、バターン半島、コレヒドール島要塞、工場砲兵の砲弾は、敵部隊、施設をカンプナまでに叩き潰し、歩兵部隊の突撃を支援し、勝利へ導いたのである。しかし、工場砲兵の奮戦とは別に、戦局は悪化の一途をたどっていった。大戦末期、沖縄本島に配備された、独立重砲兵第100大隊の、89式15センチカノンは、その長射程と精密な射撃により、大兵力で来襲する米軍を何度も撃退した。そして、満州、千島において、残留された工場砲は、国境を侵犯せるソ連赤軍に対し、怒りの鉄槌を浴びせ、その任務を全うした。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、解説のゆっくり魔理沙だぜ。今回は、帝国陸軍の栄光の歴史を作った工場砲の、生産量について解説していくよ。ふふふふふ、我が陸軍の本丸に近づいてきたな。重砲が話題になると、お前は燃えてくるな。火力こそ正義だぞ。前振りにあったけど、工場砲を作れることは先進国の証か。第一次世界大戦当時の話だよ。あの当時は工場砲が作れる国は先進国しかなかった。ちなみに、旧式の工場砲を含めての話だけど、日本は工場砲を輸出しているが、アメリカは満足な火砲を生産できなかったんだ。え、意外な話だね。あのアメリカができないのか。銃器は、いいものが量産されるようになったけど、火砲に限ってはフランスから技官を入れて量産に取り組んだけど、結局物にならなかった。そうか、あのアメリカでも最初はダメだったのか。何事も経験が物を言うんだよ。そのアメリカが、世界の頂点に立つ工業国になるんだから、その努力は凄まじいとしか言えないよ。そう見ると我が国も、いびつだけどかなり努力していたんだね。国力自体が低いからね、いろいろ苦労したんだろうよ。でも、わずかな部分だけでも世界水準に達していただけでも、すごいことだよ。さて、今回はこのように話を進めていく。意外とこじんまりしているね。だって大東亜戦争では、主力兵器じゃないんだからね。はっきり言うな。すでに我が陸軍では、航空士兵に舵を切っている。だから工場砲の生産も昭和18年度までだよ。今回工場砲には、重砲兵で運用される15価から、24流、30流まで含むよ。それじゃあ始めていく。昭和16年度に生産された工場砲は、この4種。89式15価、生産数、12門、金額は 194.4 万円。96式15価、生産数、10門、金額は390万円。45式24流、生産数、20門、金額は 221.2 万円。96式24流、生産数、2門、金額は100万円。昭和17年度に生産された工場砲は、この5種。89式15価、生産数、12門、金額は 194.4 万円。
16式15課、生産数、10問、金額は390万円。4語式24流、生産数、20問、金額は 221.2 万円。16式24流、生産数、2問、金額は 100.8 万円。7年式30流、生産数、2問、金額は50万円。昭和18年度に生産された工場法は、同じくこの5種。8、9式15課、生産数、4問、金額は52万円。9、6式15課、生産数、7問、金額は35万円。4、5式24流、生産数、5問、金額は45万円。9、6式24流、生産数、2問、金額は80万円。7年式30流、生産数、2問、金額は40万円。以上で、生産量を一通り紹介したよ。やはり、生産量は少ないね。後で価格を示すけど、やたら高いからね。だよね。工場法生産数をグラフにしてみた。一番多いのは、一番古い45式24流の45問だね。次が、8、9式15課が28問。わずかに少ないけど、9、6式15課が27問か。どう見ても工場法という時代は終わったね。そうだね、特に資源が乏しい我が国では、有効に使える兵器が優先される。そういう意味でも工場法は後回しにされるのは当然だよ。でも15課は運動性もあって使える重砲だよね。そうだね、次は、生産金額割合についてのグラフを紹介する。あれ、こう見るとまた違う光景が見えるね。一番お金をかけたのは、9、6式15課で、4割近いね。次が、4、5式24流で、2割ちょい。そして、8、9式15課で2割になるね。9、6式15課は結構重視されているんだね。陸軍火砲の中で列車砲に次ぐ長距離砲だからね。旧型に比べて移動が容易とはいえ、重量が重量だし、長距離砲の宿命で命数が少ないから、扱いにくい重砲になるね。扱いにくいということは、またお金か。他に何があるんだよ。常に陸軍の頭の中はお金のことでいっぱいだよ。昭和19年度の兵器価格を紹介する。参考までに3式12項の価格を表示した。ものによって違うけど結構するね。8、9式15課は、16万2千円。9、6式15課が、39万円。ほぼ40万円か。8、9式の倍以上の価格だね。それだけ超方針カノンは高いんだよ。反製品でも海軍さんの 15cm 砲と共用できれば安くなったかもしれないよね。そうかもしれないけど、他に共用すべきものはあるだろ。確かにそうだけどね。それでも榴弾砲は、96式24流が一番高価で約50万円だね。それも射程を重視した榴弾砲だからね。安価なものが45式24流の約11万円になるね。7年式30流長は、それでもこなれた値段で約30万か。工場法でもいかに45式24流が安いかわかるね。射程を重視しなければそれほど高くはならないんだよ。それでも45式24流以外は、3式12項よりも高いんだからね。確かに状況を考えると同じ火砲でも、高射砲の方にお金を使うよね。そうだね、余談になるけど。あの久我山の15項は、価格が不明だけど。96式15課の値段を見ると、およその金額の目安がつかないか。一問約40万円以上ということか。当然そうなるよ、装填装置や旋回動力も備えないと使えないからね。そう見ると、二問しか整備していないけど、100万円くらいは高くていそうだね。ちなみに対戦中の、工場砲すべての生産金額は約2000万円だよ。確かにそうだ、15項は特別に高価な高射砲だってわかるよ。というか量産不可能だろ。そして、この工場砲生産金額は、大戦中の全火砲生産金額の 3.9% 程度になる。仕方がないとはいえ、本当にわずかな予算しか使われなかったんだね。それでも工場砲は、最後まで戦ってくれた。まとめるよ。我が陸軍の工場砲は、そのほとんどが満州における対ソ陣地攻略用のものであった。非常に重心深く建設されているソ連軍陣地に対して、近距離の第一線第二線は、旧式の24流、30流、
それより遠方になると15センチカノンや新型の24U が担当した。これらの工場砲の砲撃により、ソ連軍国境要塞軍を無力化し、歩兵部隊が突破する計画であった。しかし、時代は変化し、機動力を有する兵器が重要になった。大東亜戦争が始まると、主戦場は南方の島嶼地域になった。開戦初期こそ最前線で使用されたが、工場砲の整備は縮小されていった。戦局に必要とされる他の火砲、重要兵器に振り向けられていった。時代に取り残された形となった工場砲であるが、その存在を示す時が来た。大戦末期、満蒙国境を越え侵略するソ連赤軍に対し、その砲火を開いた。旧式とはいえ、命中精度、操作性良好な工場砲と、熟練した砲兵の組み合わせは、大軍を頼むソ連赤軍に対して、絶大な威力を発揮した。赤い津波に飲み込まれるまで、その方針は火を吐き続け、帝国陸軍工場砲兵の名誉を全うした。皆様、ご視聴ありがとうございます。この動画が良いと思ってくださった方は、ウプ主のモチベーション維持のために、ぜひコメントをお願いします。次回は、火砲生産量の続きを新たに作成していくぜ。あれ、ドイツ軍との比較はしないの？ドイツと枠分けがちょっと違うもんで、ある程度進めてから口径別に比較していこうと考えているよ。そんなに我が軍とドイツ軍は違うの？象徴的なのは、言いにくいけど、ドイツの師団砲兵は 10U と 15U の2本立てだよ。なに？我が国でも師団砲兵に 15U を備える師団は稀なのに？だから、同列じゃないから分けて計算していくよ。それに工場砲兵といっても、列車砲含めてかなりの種類作られているから、面倒この上ないよ。そうなると別に紹介していくしかないね。そうなるよ。共通できるものだけにしないと難しくなるよ。それじゃあ、皆さん、次回もまたよろしくお願いします。次回もよろしくだぜ。また、お会いしましょう。